今日は224日かな、土曜です。まあいろいろ結局資材を注文しないと半端に進まない作業ばっかりなんで、もお金が出るっていうのはもともと分かってたことなのに、まあそれをケチってたから作業進まなかったらっぽいんで、まあそれが原因なんでね。まあ資材は来ればもう資材を減らしていくだけだから、もうトントントーンと終わっていくんで、まあまず終わらせていくことを念頭にやっていきます。じゃあまず搬入ですね。はい、どうも。今回はですね、庭石を砕くところまで行きます。で、庭石もですね、まあ、オープニングであった通り、さすがにですね、コンクリハンマー借りてきましたね。で、なんか、コメリにプロショップっていうのができて、で、コメリでレンタルできる工具がすごい増えたんですよ。でもまあ、秋田市内まで行かないと、その、レンタルができないんですよね。コンクリートハンマーであれば一番近いホームセンターで借りられたんですけど、一番近場のホームセンのあれですね、コンクリートハンマーはなんかずっとメンテ中なんですよね。もう壊れたんじゃないかっていうものをなんかメンテしてるそれくらいもう治んなかったですね、1ヶ月ぐらい。だからそれどうしようかなって感じで、まあ遠出して、まあコンクリートハンマーとこの石膏ボード買って、追加で買ってきました。はい、どうも。これからですね、庭石百科始まります。ようやく、このボッシュのいいやつでね、ちょっと百科しまくりましょうか。これで駐車場も作れるし、ウッドデッキも作れるようになります。はい、で、これ、期待を込めて買ったじゃないや。借りてきた、コンクリハンマーです。やっぱパワーが違いますね。はい。回転数も違うし、パワーも違くていいんですけど、やっぱりその、パワーをもってしても、この庭石が桁違いにでかいし、今、この動画でやってるやつだけなんか知んないけど、硬いんですよ。他の庭石は、ちゃんと隅っこからやっていけば、ポロ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 砕けていくんですけど、これ、この庭石なんか硬いんですよね。なんでかわからんすけど。なんかどういう石なのかがようわからんすね。だからこういう石が、この物件、ゴロゴロ埋まってんすよ。で、特にでも去年の動画がちょっと見つかんないですね。柿の木が、生えてて、道路に面したところっていうのは、まあ、木が生い茂ってたんですよね。前の住人さんの奥さんだったかな。だからその人が、植物が好きで、いろいろここも植えてました。で、その影響あってか、地面がめちゃくちゃ高かったです。で、まあ、影響で、あれっすね。通風口よりも地面持ってあったんですよ。今画面で俺のケツじゃない、ふくらはぎの後ろらへんかな。まあそこにある通風口よりも土が高くて、屋根から落ちてきた水が全部床下流れ込むっていう、なかなかこう悲惨な状況だったんで、まあ去年からえっちらおっちら、土をですね、低いとこ持ってって、なんとか鳴らしてました。で、ここもウッドデッキにするんで、何が必要かって言ったら、この邪魔な庭石をどかすことですね。で、この庭石、テコの原理で、一番厚いとか、角材だったかな。で、どかそうとしたんですけど、俺が乗っても、僕、体重が85、6あるんですけど、びくともしないんですよ。むしろ、そのテコで使った木がへし折れたっていう、ことがあったんで、まあ、多分軽く100キロはあるってことっすよね。で、まあ、動画切り替わって、これは、
集めておいた石を今運んでますね。で、これ使い石にしようと思ってたやつです。で、なかなか形がいいやつなんで、あ、で、まあ、この柿の木の幹、これ未だにどうしようか、めちゃくちゃ悩んでますね。チェーンソーでも借りてきても切り刻むのか、それとも朽ちるまで、まあ。はい。かなり、この一個の岩屋を砕くのに時間かかってるんで、多分あれでっかいやつを砕くの相当時間かかるので、はい。まあまだ、まあお昼だから、一番の肝である、ちょっとあそこからやっていきますわ。塩素をかけ続けるのか、それか、硫酸でもぶっかけちまおうかって感じっすよね。シロアリが来ちゃうと嫌なんで。まあ一応、庭に置いてあって、持てる石はこれで、一箇所に置いてあったんで、納屋の入り口んとこっすね。そこから持ってきて、まあこれを、ぶっかくか、使い石ですね。床塚として使えるように、まあ加工するかの、まあ、使い方考えながらやってましたね。まあ、これ、さすがにまあ無理なんで、まあ、どうしようかですね。で、まあ、使い石としてまあ、余ったら、まあ、多分余んないと思うんすよね。台所とか、あとは床ですね。特にどこだったかな。風呂だ。風呂場の、使い石が全部沈んでたから、あそこら辺をちょっと高くするのに、使い石これ、かなり使うと思いますね。コンクリブロックも含めて。で、まあ、これが終わったんで、このレンタルは1日なんで、まあ、一番この日のメインだった駐車場に埋まってる庭石の、撤去ですね。で、これやっぱ撤去ができないんですよ。で、これ埋まってるのが多分60センチぐらい出てるんですよ。だから、ここを駐車場として使うのに、あとは、駐車場に干渉しない。かつ、後ろですね、あれ、ちょっと、コンクリートのホコリがですね、カメラのレンズに、積もってきちゃったから、見づらいんですけど、ドラムコードの左側にまた通風口があるんですよ。で、この通風口を、の高さよりも、やっぱり低くしたいんで、で、多分前の人もこの石を隠れるくらいまで土を持ってたんで、こいつが多分犯人だったと思うんですよね。なので、これがまあ、そうですね、これブロック塀の隣に坑道があるんですけど、その道路よりも土が低く、できるようにこれ張ってますね。まあ、えらいしんどいっすわ。本来片付けるべきここを片付けます。で、最初にこやつをどうにかしますね。はい、まああとはですね、これ一応いろいろまあ編集ミスってますけど、まあアップしますわ。まあしたされたな。まあとにかくこの発力はすげえ頼りになるなと思うんですよね。やっぱりパワーが違うんですよ。でもこれ発力の滝調も心もとなくて、まあ発力って地道にこう削っていくようなもんなんだなっていうのは分かりましたね。もっとこううまく、なんだろう、端っこからやっていけば、絶対端っこから削って削って削っていけば、なんか真ん中ら辺をどっかつついたら、こう、大きくボコってなる場所があるんですよ。出てきたりするんですよね。だからこれ、ハツリも要勉強ですね。で、まあ一番最新の状態で言えば、下手したらまたハツる場所、家の中ハツんなきゃダメかもしんないですね。水道管破裂は直したんですけど、なんか水道管漏れてるとこはまた見つかったんで、で、それの見積もり出してもらったら27万なんですよね。まあそんな金ねえよと。
いうので、まあ、自力で張って、佳境ポリで自分でやり替える羽目になる可能性は高いですね。はい。ただまあ、動画である、この、今一番邪魔なやつ、これどうにかし、どうするか悩んでますね。まあ、ここまでやったから、まあ、あとはもういいです。まあ、あとここにある、隠れてる奴らとかをどうにかせねばならんので、で、それ以上に、今日はここ、この壁を、まあ、ちょっと3枚残そうか、2枚にしようか、まあ、2枚でいいかな。まあ、大体、あそこ角で半分あるんで、まあ、2枚だから 2.5 枚残して一旦ちょっと切ってみようと思います。あ、いや、今度はですね、まあ、ここも、駐車場にします。で、一応ブロック塀がある状態でも、車入れるっちゃ入れます。でも、N 番とか K 番ですね。この軽自動車のこのエブリ、軽貨物のエブリでかなりギリギリなんですよ。だから多分窓ガラスにぶつけるか、塀に擦るかっすね。で、それが嫌だったから、まあもっとゆったり、ここも駐車場で縦列でね、入れるようにするためにこれ、ぶっ壊してます。まあ、どうしてもその駐車場が欲しいんですよ。で、あとはまあ、いろいろ手伝いに来てくれる友達もいるんで、その人たちの持ってる車の、乗ってきた車、で、ちょっとこれ止めてくんねとか、ここに止めてって言って、いや、ちょっとここ無理だねとか、そういうことをしてもらって、ちょっと様子を見てました。で、やっぱりその縦列ですね。縦にね、車を入れると、やっぱり車の出し入れがめんどくさいんで、やっぱり縦列で入りやすくしてもらえるように、これはあった方がやっぱりいいっすね。っていうことで、これ、駐車場をまた増設するために、これは外してます。外すっていうか、まあ壊してますね。で、まあ一応前回っていうか去年ですかね。去年は、これブロックボコボコ、ハンマーでも何も考えないでぶっ壊して、じゃあ、ここで砕いて、できれば、砕石ぐらいまで砕いて砂利にしたんですが、今回はちょっとこれも、使いたいんですよ。ウッドデッキの足とか、使い石とか、あとは、まだまだその床はぐるところがあるんですね。台所だったり、あとは、冷蔵庫を置くところだったり、風呂場の脱衣所かな。で、あとは、洗濯機とか、洗面台を移動するところに、ちょっと、このブロック塀を使うとして、まあ、ダイレクトに積みまくって、その上に値段がスポッ、収まれば、で、かつ、その積み重ねたやつが効くんであれば、それでやりたいなって感じです。なんか、角材をちょっと消費しちゃったんで、それまでに何か、床塚の代わりになるものあれば、まあいいかなって感じです。意外とこの塚が必要になってきてます。なんでかって言ったら、その外の塚ですかね。木を乱暴に置いてあるやつだけなんで、それがまあ全部シロアリに食われてたから、それを全部買いますね。まあそのために塚を、こう、床塚を効かすための使い石をこれ、外してます。で、やっぱり綺麗に外したいんで、あれですね。コンクリートを切る金属加工のサンダーで切れ目を入れてから、やってます。はい。まあ、なるべく綺麗に外すようにしてますね。まあ、そろそろ終わりです。まあ、中途半端でごめんなさい。で、まあ、こんな感じで、頑張ってやってます。まあね、できれば6月の中旬ぐらいにオープンしたいかなって思ってるんですが、まあそうもいかんせんいかなさそうです。でもまあ、ぼちぼち頑張ってます。で、あとはやっぱ車で来てもらいたいですね。まあ、車じゃないと不便なところなので、まあぼちぼち駐車場用意して整備して待ってます。バイバイ。